トランスフォームユアライフアポロイシャルポッドキャストジョーブログ思考こんにちは、ポロです。今日はですね、自分の型を作れという話をしていきます。まあ、日本のですね、情報発信者を見ているとですね、その多くが。 まあうまくいってる人を真似ましょうとかね、えー、自己流でやるのは良くないですよっていう話をしていますで。彼らの言ってることは決して間違ってはないんですけど、じゃあ自己流でやる、まあ、自分のやり方、自分のスタイルでやることが決してうまくいかないかっていうと、そういうことはないわけですよね。僕はまあ起業してから、まあ、自分のやり方で、ね、ずっとやってきたわけですけど、少なくともまあうまくいってるとは思うんですね、自分の中では。 だから、自分のやり方でやったらうまくいかないっていうのは、あくまでもまあその統計上の話というかね。世の中全ての人がね他人を真似すればうまくいくわけではないし、自分のやり方でやった人が全員うまくいかないわけではないという話ですね。例えば、テンプレートなんてものがありますけど、この方に沿ってやればですね、こういう結果出ますよみたいなものってありますよね。でも、あれっていうのは、 例えば、テンプレートを使えば、じゃ全員同じ結果が出るかっていうと、そういうわけじゃないですね。学校のテストじゃないんだから、答えは一つじゃないわけですよ。そのテンプレートを使って、うまくいく人もいれば、うまくいかない人もいるわけですね。だから、テンプレート至上主義みたいな感じで、絶対この型通りにやりましょうみたいなものが、結構ね、たくさんあると思うんですけど、そもそもそんな、テンプレートに沿って、ね、思い通りの結果が出るんだったら、 セールスマンなんかいらないですよね。だってそのテンプレート通りに喋ればいいわけだから。コピーライターもいらないですよね。テンプレート通りに書けばいいわけだから。でもやっぱり人間っていうのは生き物で、ビジネスっていうのもね、状況によって変わったりする。そんな簡単にね、イエスかノーかみたいな、そんな単純なものではないので、当然それでうまくいくときもあれば、うまくいかないときもあるわけです。例えば、セールスのシーン、コーチとかコンサルとか、 個別相談とかで、セールスをするときに、相手の話を聞きましょうと言われることがあると思うんですよ。こっちが喋ったらダメですよ、みたいな。売れませんよ、みたいな。あるいは、そのね、えー、そこで教えすぎたらダメですよ、みたいなね。教えすぎたら分かりました、じゃあ自分でやってみますって言って、逃げられるから教えすぎたらダメですよって言われてるわけですね。これは一般的なセオリーなわけですけど、僕はもう教えまくってるんですね。そこでもう自分の出せる限りのものを全て出してる。 そうすると、もちろん、ね、それで自分でやりますって言って、ね、えーまあ、コンサートとか買わない人もいますけど、買う人もいっぱいいるんですね。ここまでやってくれたからね、えー、もっとちゃんとやってほしいみたいな風に。他の人はなんかこう、売るためだけの質問、相手にいかに買わせるかみたいなことばっかり考えて、質問攻めでね、全然こっちの相談に乗ってくれないけども、 ねえー、アポロさんはちゃんとこ,うこっちのね、えー、質問に答えてくれて、まあ、アドバイスをたくさんくれた全然売り込んでこなかったから買うことに決めましたっていう人も過去にいたんですよねだからじゃあその聞,くや聞き役に徹して一切相手にアドバイスあげてはいけないっていうそれが絶対的な答えなのかっていうとそういうわけだよね僕はそういうやり方が合わないから自分のやり方でやって、まあ、それがハマってうまくいったみたいな感じなんですねだからそのテンプレートとかっていうものは あくまでも最大公約数的なもの。あくまでもこう確率論みたいなものに過ぎなくて、そのテンプレートが自分に合わなければ、当然結果っていうのは出ないわけですね。で、そのテンプレート通りにやるのが、そもそも見込み客に求められているのかってことです。自分のスタイル。例えば僕とかだったら、結構尖った発信をしてますよね。じゃあ、あの人尖った発信して何か反応が出てるか、自分も尖った発信しようってなったときに、 その人のキャラクターに合わないとか、見込み客にそういうのを求められてないってなったら、逆効果になる可能性があるわけですよ。だから、テンプレートってはあくまでも、最大公約数的なもの。世間一般向け、万人に対してやるに関しては、やっぱり、こう、確率論として成功確率は高くなるけども、じゃあ、それが全ての人に求められていて100、100%絶対にね、成果が出るかっていうと、そういうわけではない。逆に、このテンプレートを縛られてしまって、 自由な、ね、発想が持てなくなってしまったテンプレートありきでそこに自分をはめ込むことによって、本来の自分じゃない形にね、やることになってよりうまくいかなくなるみたいなこともあるわけですよ。で、そういったものっていうのは他の人も使ってるんで、被るんですね。被ってしまって同じような感じになってしまう。YouTube とか多いじゃないですか。ハイドモーみたいなね、えー、ビジネス系のチャンネルというか、同じようなパターンでね、同じような編集で、同じようなテンプレートでね、同じようなことしか言ってないみたいな。 人っっててていうう。のは、ままたこれれれかってなるわけですよ。簡単に飽きられてしまうそれだと選んででもらえないわけですね。だからこそそういう作り物感のコンテンツをね、えー、作るんじゃなくてまあオーセンティックにしていって自分っていうものをそのまま表現していくっていうのがね違いを生むきっかけになるわけですけどだからこう他人と被ってしまうだけではなくてみんな同じものをね使っていると飽きられてしまううんざりされてしまうっていうリスクもあるわけですよ。 だからこう自分の型に沿って自分でスタイルっていうものを築いていくのがいいと思うんですねでうまくいってる人を真似しましょうって言われた時に多くの人が勘違いというかね誤解をするっていうのはコンテンツを真似ようとするんですねあの人がああいうことやってるからじゃあ自分もそうしようみたいなでもコンテクストが違うわけですよインフルエンサーと自分が同じ発信して反応が全然違うっていうのはコンテクストが違うからですね 相手はもうね、知名度もあって、ファンもいっぱいいてっていう状態だから、何を言っても反応が出るけども、自分は全く無名でね、誰にも知られてない存在。だったら同じこと言っても反応が出ない。それはコンテクストが違うからです。だから表面的なコンテンツだけを真似してもですね、コンテンツが違っていれば、当然、コンテンツが真似してもコンテクストが違っていたら、まあ、成果が出ないというかね、同じような結果は手に入らないということです。だからそれは全部自分で見つけていく必要があるわけですね。 自分に合ったスタイルでやっていくっていうのはすごく大事で。僕もやっぱりこう、いろんな人をコンサルしているとですね、こういう風にやったらどうですかってアドバイスをするわけですけど、それはあくまでも僕の経験則からのアドバイスで、例えば僕だったら、まあ、このポッドキャストもね、まあ一発撮りで収録してるし、台本も作ってないしみたいな、u d y の講座とかね、オーディオブックを作るときも、ね、一発撮りでやってみたいな感じでやってますけど、じゃあそれやったらどうですかと。そうしたら、 早く作れますよって言っても、やっぱりその性格的にすごく几帳面でね、こう、いいも、なんだろう、正確なものを作りたいとかっていう人、こだわって作りたいっていう人には、そのアドバイスは合わないわけですよ。その人のスタイルじゃないから。であれば、あえてね、僕のやり方、要するに他人のやり方を受け入れて、それを真似しようとするんじゃなくて、自分に合ったスタイルで、より成果を大きくするための方法を考えればいいと思うんですね。だから、全員が全員、そのね、えー 特定のアドバイスに添えば結果が出るわけではなくてそれは合う合わないっていうのを自分で吟味していかないといけないわけですねだからそういう発信をしていていろんなスタイルの人がいると思うんですよでこの人は自分に近いなと思ったらそういう人を参考にするとか僕なんかは最初からこう自分の好き勝手やってきたんであんまりこう他人を真似したみたいなねそういう、まあ、感覚はないんですけどでもそういうことをすることによってまあいい意味でも悪い意味でも目立つというかね なんかあの人違うなっていうふうに、まあ周りの人から思ってもらうことができるわけですね。だからインターネットなんかたくさんの人が発信しているわけだから、別の誰かになる必要ないわけですよ。あの人みたいになりたいって思うからって、その人を真似したら、ね、えー、自分じゃないですよね。誰か別の人にみんななろうとしてしまうんですけど、そうじゃなくて、自分の最高の形を目指していく。ね、自分の人生ですから、他人のね、えー 人生を生をきる必要はないので、とにかく自分を表現していくそのためには自分のスタイルとか型っていうものを貫いていく方がいいと思うんですねまあ僕はこうフリースタイルが合ってるんで自由な形でねやっていくのが自分の型だと思ってるんであんまりそういったものにこだわらずまあ自分の思うようにですねやってきてますしこれからもねやっていこうと思ってます でそれがね、合ってるし、実際それを貫いてきて、ちゃんと成果が出たんで、あやっぱりこの判断間違ってなかったんだなっていうふうにね、今考えても思うんで、これをもっともっとね、伸ばしていこうかなと思うんですけど、だからそういうテンプレートありきとか、なんかこう、他人を真似しないといけないんだっていうのは、まあ、こう、思い込みというかね、洗脳とは言わないですけど、 ちょっとそこの、ね、発想をもうちょっっとこう柔軟に考えてもらって、ももらちろんそれでうまくいくケースもあるんですけどそれをやらないと絶対に成果が出ないというわけではないのでそこにまず、ね、気づく必要があるかなと最終的にやっぱり、ね、成果が出るかどうかを決めるっていうのは自分に合ってるのかっていうのが一番重要なわけですね合ってればうまくいくし合わなければうまくいかない それを見極めていくためにもいろいろ実践してあこれは自分に合ってるなとかこれは自分に合わないなっていうのを自分で判断して見極めていく必要があるわけです。